い、皆さんご一緒に。おはのはのです。今日もマインクラフトをしていきます。今日はネザー探訪とネザーの拠点プラスネザー駅を作っていきたいと思います。ということで早速大間さんに乗って南拠点から南にまっすぐ行った砂浜にベッドとかを設置していて、ネザーゲートも作ってあるのでそっちに向かいたいと思います。このね、南の地図の下の方の砂漠、砂漠じゃないんだよな、砂がいっぱいあるところに行きます。なんか砂をさ、たくさん使った建築をしたいなと思っていて、砂を運ぶためにネザーの方でつなげ、鉄道をつなげていきたいな、トロッコをつなげていきたいなと思っております。じゃあそこまで飛ばします。ということで例のネザーゲートの前に来ました。ここはジャングルとかも近くにあるので、ジャングルの方も開拓していければいいなと思っております。で、ここと、あとラプンツェルの塔の中にゲートがあるので、そこをつなげていきたいので、まず座標を確認して、そこからバル8をしていきます。で、なんでバル8かっていうと、ネザーで一歩進むと地上で8歩進むことになるので、それを踏まえてバル8をしていきます。で、ラプンツェルの方のゲートが 0×0 のところにできているので、それを踏まえてただいま計算しているところです。で、計算し終わったらまっすぐ何歩、左に何歩っていう感じで考えていければいいかなと思います。で、この座標なんですけど、ネザーの座標って地上と連動してるのかなっていうのをちゃんと確認せずに入ってしまって、まあ、無駄に歩くことになってしまったんですよ、結果的に。ネザーの座標と地上の座標は連動してるっぽいので、ネザーの方も座標を見て私は 0×0 の方に行けばよかったんだなっていう反省をしました。皆様は覚えておいてください。で、早速ネザーの方に入っていきたいと思います。で、ネザーなんですけど、全く来たことがないってわけじゃなくて、ちょっと入ってゲートの周りを囲うくらいはしてます。ただちゃんと探検したことがないので、そこは楽しみですね。で、これはどっちに進もうかすごく悩んでるところですね。とりあえず自分の感覚を信じて行ってみようと思います。とても時間がかかりますね、ここから。このね、マグマの子がね、見事にね、ずっと避けてきてやばい。で、このね、分裂したやつもね、すごい攻撃力高くて、ここから私は大変な思いをします。体力が危ない。はい、ということで倒されました。ということでネザーの方に戻ってきたんですけども、取りに行けるかな。まあでも目の前でね、倒れたから、まあどうにかなるでしょう。武器を回収したい、武器を回収して逃げたいな。もうズボンで殴りかかってますね。ちっちゃくしといてよかった。一旦戻って服着たいなっていう感じで、もうリスポーンしましたね、私。ということでネザーの奥、もともと建ててた方のネザーゲートを目指して進んでいきます。こんなね、高低差あるんだよ、ネザーって。
すっごいね高いところなので、とりあえず向こう側にまっすぐ進むしかないので、しゃがんで丸石を置いていきます。これがめちゃめちゃ怖いんだよ。下豚さん歩いてますね。ピグリンだっけ、名前忘れちゃったけど多分そんな感じだった気がするな。途中で丸石なくなっちゃったから準備不足ですね。しゃがんで、白いコンクリート持ってたから白いコンクリート使っていきます。なんかね、白い建物が建てたくてコンクリート作ったんだ。こんなところで使われると思わなかった。これ落下耐性あったらワンチャン下降りても平気そうだね。落下耐性あるのかな、わかんないや。だいぶ地面が近づいてきました。そろそろね下に降りて安全なところを歩きたいなっていう感じですね。降りれた降りれた。ここでクォーツ見つけたのでクォーツを取ります。ツルハシはねシルクタッチを持ってきました。ここもつなげておきたいね。まだ多分シロコンあるからシロコンでつなげちゃいます。こう簡易的に階段を作っていきます。でさらにまっすぐ進んでいきます。向こうのゲートまで。でそっちの方まで行くのにどうしてもどこか掘らなきゃいけない感じだったので、こっからもうまっすぐ掘っていっちゃいます。もうこっから黙々とゼロのところまで掘ります。掘ってたら衝撃的なことが起きたのでぜひ見ていってください。これがマグマが溢れてきて大混乱の私です。どうすればいいんだろうって、どうすればじゃなくて止めようぜ私みたいな。マグマってねなんか出てくるとあどうしようどうしようってパニクるけど、意外とゆっくり出てくるんだ大丈夫じゃんっていう感想を持ちましたね。私はみんな意外と大丈夫だったよ。マグマ頑張ってこれからも掘っていこう。はい、でずっと進んでやっと反対側に抜けました。まだまだゴールは遠いなと思ったんだけど目の前に出てきた。あそこのゲートがゴールです。しょうがないのでこのめっちゃ高い下マグマのところそーっとしゃがんで積んで進んでいきます。今回死ぬほどリスポーンするのでそれが面白いのでぜひ見ていただきたいなと思って動画にしました。そこまで飛ばします。これが第2のリスポーン、マグマのなんだろうこれなんて言うんだろうわかんないけどマグマのポヨポヨがいっぱい出てくるってやつですね。これさ分裂してもさちっちゃくなっても攻撃力高すぎ、しかも数が増えるっていう地獄のやつなので皆様お気をつけください。私ここで一回逃げればよかったのに、逃げれたってなんで行ったんだろうか。マグマキューブですね。ということで次行きましょう。これはさっきのリスポーンの直後ですね。さっき倒れたところに向かって走っています。でここなぜか穴が開いてるっていう、ジャンプすればいけるかなって思いました。それでは次、こちらもさっき行こうと思ってたところですね。燃えてるので石を置いたら後ろから何かにやられました。次行きます。さらにさっきの続きですね。同じところに来ました。さっきの穴埋めをします。よし成功した、走れ走るんだ私。ここで嫌な声が、はい、ということでマグマ地獄で倒れました。次行きます。続いては先ほどうまく回収できた、先ほどの名残をうまく回収できたんですけどその後のお話ですね。今ピグリンにすっごい追いかけられてて、え消えたって思ってるところです。入ります。
なんか叩かれてるんですよね、ずっと。音はするけど私はどうしようもできなくて。で、思ったところと違うところに出ました。向こうだったら砂漠のところに出たはずだったんですけど、私が倒れた扱いになっていました。ってことで次行きます。無事反対側のネザーゲートまで戻ってくることができました。でね、やっぱりね、こっちで倒れた扱いになってましたね。で、リスポーン位置が向こう側に設定されたので、向こうに飛んでいくっていう形になったんだと思います。で、今度こそこっちに出れるかなっていう勝負ですね。物は大丈夫なのかな。こっち側にも落ちてましたね。で、ピグリンがやっぱり出てきてますね。ツルハシも無事ゲットしました。これで本当は寝たいんですけど、寝ようとするとゾンビが邪魔で寝れなくてダメですね。で、そんなこんなでも攻撃を食らうという、しょうがないのでゲートに戻ります。私はてっきりネザーに戻ったと思ったんです。ここは違う、ゾンビに倒されたって出てました。さあ再挑戦しに行きます。ということで、ダッシュして反対側のゲートに来たらゾンビがいましたね。で、どうしようもないので走って、とりあえずゾンビをかわして武器を拾いました。で、剣が一番最初に来てたので剣で戦っちゃいたいと思います。倒すしかないもん。これでなんとか取り戻しましたものは。ということで次に行きましょう。はい、ということで一旦落ち着くために地上に戻ろうとしています。地上に戻ったら夜でした。で、すっと寝たかったんだけど、ベッドの近くにこやつがいて寝れなくて、倒したから寝ようと思ったら寝れないって言われて、え、なんでって。でも近くにいるようには見えなかったので、もうしょうがない、これは待てないと思って一回ネザーに戻ろうと思います。右側をご注目ください。ということで今度はクリーパーに倒されました。一回寝てからもう一回チャレンジします。はい、ということで次は拠点で持ったもので武装してきたんですよね。そしたら大変な目にあったのでご覧ください。これはピグリンの軍隊に襲われて、さらに火によって燃え尽きた様子です。ということで、もう私は諦めてやめました。ということで今回の私のキルサレ州はこんなものになります。こっから次ネザー拠点の作ったのをぜひ見ててください。ネザーで初めての建築、本格的な建築をしました。ということで今回の建築なんですけど、何も考えずにクォーツのお家作りたいっていう気持ちだけでクォーツのお家を作ろうと思って、柱状のクォーツとクォーツをたくさん集めてきました。石工屋さんと交換して。で、何も考えてないのでどうなるかはちょっとできてからのお楽しみっていう感じですね。まずでもここは柱っていうところを決めて柱を作っていきます。そのすぐ近くが崖だから結構命がけの作業をしています。とりあえず最初に枠組みを決めて縦と横の柱をバシバシと作っていきます。柱状のクォーツがね、思ったよりすっごい可愛くて、これは今後もたくさん使っていけたらいいなっていうふうに思っています。ということで、そろそろ柱はこんな感じで大丈夫かなっていうふうに思います。横も縦も柱状のクォーツで柱を入れてって、だいたいこんな感じ。これで一旦完成なので、次壁とガラスを入れていきます。
今回この拠点窓を多めに作ろうと思っていて、それはこの拠点から外に出る時とかに敵がどのくらいいるのかを把握したりとかをしたいので、なるべく多めに窓は入れようかなと思っています。あとはシンプルにクォーツを節約したいっていうのがありますね。やっぱまだ数がたくさん取れてないので、ちょっと節約しながら可愛いお家を建てていけたらなと思っています。柱状のクォーツと床の間には絶対こう普通のクォーツを挟んでいこうかなと思っています。ということで、ガンガン壁を作っていきましょう。ということで、次は天井を作っていきたいと思います。天井はクォーツのハーフブロックで作っていきます。で、柱状のクォーツの上半分につけて、柱状のクォーツが見えるようにしていきます。で、これは柱状のクォーツが見えることで凹凸が少し出るといいなと思って、そういう風にしました。さらにハーフブロックを使うことで上の湧き潰しにもなるかなと思って、そういう風にしていきたいと思います。はい、ということで、もう半分も全く同じように作っていきます。全く同じなので、できたところまで飛ばします。ということで、綺麗なお豆腐が完成いたしました。でもね、結構ね、柱状のクォーツのおかげで凹凸は出たんじゃないかなと思います。ということで、次は屋根を作っていきます。屋根はネザーレンガと石レンガを使って作っていきたいなと思います。こちら屋根を作ってた途中なんですけど、ガスト様にドカンとやられてしまい、こんな状況になりました。何回かこれを食らっているので、何回か壁を直す作業が入っております。悲しい。ということで、屋根を行きます。今回のお屋根なんですけど、普通の三角屋根にしようと思ったらつなぎがうまくいかなくて、とりあえずぐるっと囲んで上に向かって収まっていくような屋根にしました。なんか別にそんなに難しくないかなと思って作ってみたら、意外と難しかったっていうお家ですね。で、ここも2段目もネザーレッグ焼いたネザーレンガを使おうかなって思ってたんですけど、なんかうまいこといかなくて、1回直して3段目からネザーレッグを使うっていう形にしました。ちょっとね、なんか遠くから見た時に微妙かなって思ったんだけど、まあ次までになんか直せたら直してみようかなっていう感じです。もうちょっと可愛くできそうな感じがするので、もうちょっと頑張ってみようと思います。で、最後のここは結局ハーフブロック、ネザーレンガのハーフブロックを入れてみました。煙突とかもね、つけたいなと思ってるので、そこも要検討っていう感じですね。で、材料が足りなくなったりとかしたので、あちこちにバタバタしております。今回作ったお家がこんな感じです。クォーツと柱状のクォーツを土台にして、屋根は石レンガとネザーレンガ、ネザーレッグを焼いてネザーレンガを作りました。と、天井はクォーツのハーフブロックを使って湧き潰しをしています。で、ドアが鉄のドアで重い扉にしてあります。はい、ということで、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。本日はネザー探訪とネザー拠点ということで、ネザーに初心者が行ったらどうなるかっていうのと、ネザーに建築するのがすごく難しいということがよく分かった動画になったと思います。また次回
上げれる時があったら、レールを引いてトロッコを走らせてる動画とかも出せればいいなと思ってるので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、今回の動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。それではバイバーイ。